はい、ありがとうございます。乗客が誰もいないってことはないのよね。あの5時16分の快速って昨日も乗って今日も乗って 4,5 人は必ず乗ってんだよね。新見市内の人か、あとはね、ホテル、同じホテルに泊まってた人いらっしゃったんで、あ、同じこと考えてるなという。あの人たちどうするか、そのまま芸備線三好に抜けていくか折り返していくか分かんないけど、はい、ビンゴ八幡、民家も割と立ち並んでるね。太陽光パネルあるし、しかし結構山深いとこだね、これね。こんな感じね。あれ、ホーム長くしてるのかな、これね。しても意味がないような気もするけど、昔はもしかしたらもうちょっと長い編成が走ってた時期の名残かな。ここもあれだね、やっぱ引き込み線あったね、これね。ここね、これね、積み出しをしてたんだろうね、きっとね。それから元2面2線か、立派だよね、こう見るとね。まあ駅名標剥がされてるけどね。線路はあそこで切れてるね。切れちゃってる、まだ残ってる部分と切れてる部分とがあるって感じか。分岐器を外したのかな。あ、でもなんか静かなとこでいいな、こういうところ。まあちょっと住むのは大変かもしれないけど、あそこ集落あるよね。そこね、まだ6時になってないんだよな。やっと6時かな。6時前、ちょっともうすぐ6時か。あそこもちょっと駅名の看板薄く残ってるね、ってな感じね。構内踏切だよね、これ。あ、ここがその後だね。あ、柵してあるね、ちゃんとね、柵してあるね。朝方寒いっすね。この水飲めません。水出るのかな、これ。出ないんじゃね。あ、出ないね。ね、急になんか東条はね、東条町の、旧東条町かの中心地で、割と人の気配、にぎやかさあったけども、一息ずれると、まあ内名もそうだったけど、急になんかこう山深いところに来た感じになるね。はい、お邪魔します。締め切りって書いてるね。ここはなんかあの改札の、あ、撤去したな、撤去したっぽいな。崩れたのか壊れちゃったのか。失礼します。あ、よいしょ。シンプルに立ってし、ベンチでから椅子が置いてあるだけか。うわぁ、こういうのが、ね、あるぐらいあるのね。味の沢ってどこだっけ、なんでこんなんだろうと。青森か、誰か置いてったのかな、そんな気がする。ちょっとこれは後で見るか。昔のあれかな、ビンゴ八幡駅かな、これね。後で見ますか。お、やっぱポストあるんだよね、こういうとこね、ちゃんとね。よいしょ。ね、ちゃんと一日一回は周回来るんだよね。おお。はい。ということで、ビンゴ八幡、なんか昔ながらのシンプルな駅って感じですね。あ、概算表あるね、ちゃんとついてるね。
昭和9年、昭和9年、1934年、あ、じゃあもうこれもあれか、1年前に昭和10年に開業してるから、そっか、開業、開通当時からある駅ですね。雰囲気いいね。さすが、公衆電話はないか。いいね、こじんまりしてるけど。なんかもともと駅、事務所、駅事務所っていうのかな、駅職員の人が見られた場所がこの辺だったらしいってネット上には書いてあったけど、それを取り壊して建築したのかな。あ、そうだろうね。ここで切ったんだね、きっとね。そうなんだろうね、きっとね。1983年まで有人駅だったっていうことが書いてあるから、割とまあもう昔の話かもしれないけど、割と最近まで、国鉄末期までは人が従事してらっしゃったんだね、ここね。雰囲気いいね、ここ。なんかね、川のせせらぎも聞こえるしね、向こうの方で鳥のさえずりも聞こえるしね。なんか超のんびりできそう。あ、そうそうそう、トイレがあるね。このトイレもきつそうだな。きつそうだね。ね。おお。よいしょ。ちらって、あ、でもまあ普通の便器がちゃんとついてるトイレだね。はい。こっちは使えないの。左が使えない。右使えるのか。あ、ここもやっぱあれだね。ボットン式だね、ノバ式だね。これも多分古いよね。あったあった、面白は9年で書いて。1934年でしょ、もう90年か。すごいよな、こういうのちゃんとまだ残ってるっちゅうのは。よし、あ、郵便局がある、すごいな。あ、一応稼働、営業してるみたいだな。あ、でも営業案内してるね。今日土曜日だから休みだけど、9時から16時。でもその他は本当何もないのかな。農家の方たちの昔商店だったんだろうね。ね。農家の集落って感じか。あ、でも稲育ててるな、稲作してるね。あ、じゃあやっぱ人の手は加わってんだな。だから昔は割と人いたんだね、きっとね。整形外科の看板掲げてるよ。ここじゃないよね。新見市って書いてあるか、あれ。人いそうな気もするんだけどね。まだ、でも7時だから違うか。今何時だっけ。6時15分か。出てきてもおかしくないよなって。ここも商店だね。おりゃ、バス停がある。駅前のバス停。あ、1時間4本、あ、1時間じゃねえ、1日4本、あ、走ってるんだ。あ、じゃあこれで東条戻ることはできるのね。7時38分。そんな戻るつもりない。使う人いるのかな。1日4本か、多いな、思ったより。これで多いって言うんだから。ここは使ってそうだね。薪湯とかはね、使ってそうだね。ここリエビ線っすよ。あ、この真横走ってんのか。バラソーが見えないよね、これね。なんか草木で覆われてる感があるよね、バラソーがね。
もうやっぱ手入れてないよね。それでも1億かかるっつんだからね、年間ね、1億2億かかるって書いてあるよね。あ、いいかも、ここ今おじいちゃん車運転してたよ、うん、ちょっと人いるね。そりゃそうだよね。はい、これいいよね、よくね、この雰囲気。まあ、おじいちゃんこっから出ていったんだよな、多分。ここが住んでらっしゃるね。なんか電光掲示板があるそこに。なんかちょっとまともな人工物が、人工物を見たような気分が気になる。落石のため、ああ落石ね、あったね。そういや、線路のすぐ隣通ってる道路に落石落ちちゃってんだよね。多分それのことじゃねえかな、これ。いやでも のどかなとこだね、ここは。ザ・シェフとか置いてるよ。懐かしいな、あんまり読んだことないけど、あれだよね、なんかいいもん食わせて高い金取る料理人の漫画じゃなかったっけ、あれ。違ったっけ、なんか料理人のブラックジャックみたいな感じじゃなかったっけ、違ったかな、あんまり読んだことないから分かんないけど。うわー、草で生い茂られてるよね、この。これがまだ現役の、うお、もう廃線じゃねえかっていうぐらいなんだけどね。廃線の線路跡だとこんな感じで、もう木が生い茂ってね、こうやってね、こんな感じでね、うん、線路見えないよぐらいな。これまだ現役だからな。でちゃんとした踏切もあるしね、第一種のね、警報器もついてるし、遮断器もついてるし、そこがメインのな、メインの道路かな、これ。成和川ね、どうだっけ、小ぬかだったかな、もうから流れてるのかな、ずっとね。昔ながらの農村風景って感じだね。でもやっぱ稲作はちゃんと育てられてるから、稲作ちゃんとやってるっぽいね。ということで駅に戻ってきました。はい、こちらがビンゴ八幡駅でございます。いやいやいや、わかんねえ。ここから見れば別にね、ああ駅だなってわかるけど、さっきいた場所から見たら全然駅かどうかってわかんないね。民家と溶け込んじゃってるもんね。でもなんかこういう駅にありがちのな、ね、みんな乗りましょうとか、地域住民の定期券の補助出しますとか、なんみんな乗りましょうみたいなね、結構駅の中華やかに飾ってこう盛り上げるような駅って多いじゃないですか。ここは本当なんか至ってシンプルというか、なんもないのね。あるとしたらそこの漫画コーナー、なぜか漫画が置いてあるんだけど、あかね話ってよくわかんないな。あと駅ノートあるんだよね、ちゃんとね。後で見ましょうか。それからこれ誰か置いたのかなね、令和5年、去年か。それから上り、もうここの中に片付けちゃってるから全然使われてないんだろうね、きっとね。ご注意願います、書いてるだけか。駅スタンプ、お、大社駅ね、一回切りましたよ、もう国鉄の時代に。中学生ぐらいの時行きましたよ、出雲市駅、諏訪の出雲横田、出雲坂根か、ビンゴ落合、おお、急行が取ってた時代だね。
14時57分。お、いっぱいあるね。14時15分。15時33、14時57、15時48、17時34、19時25、19時46、22時26。阪急稲葉なんてあったんだ。あ、でも夜行だ。木付に2時59分とか。広島22時58分。鳥取6時41分。お、すげえな、ビンゴ落合の、ね、写真。入場券30円だって安っ。米子行き6時か。道後山と回ってたんだね、やっぱこれね。準急がねちょっと見えないかな。スキー客とかなんかいろいろ利用に使われてたらしいから。4月29日からだから今日5月、3週間ぐらいは書かれてないんだ。あんまりみんなここは来ないかもしんないね。下車。この人すごいよね。夜訪問したで、ここは夜訪問したら絶対怖いよな。真っ暗で何も見えず、雨も降っていたためよ。ほとんどの時間を待合室で潰してましたって。コミック置いてくれた方ありがとうございますって書いてあるね。15時8分で21時間40分か。いやー、それはきついよ絶対。約1年半ぶりのビンゴ八幡駅です。倉敷うちなから歩いてきました。うちなからか。トロッコ橋どこだっけ。2024年3月1日菅簡易郵便局でいいのかな、これね。簡易郵便局かちょっと分かんないけど、旅行貯金して市営バスに乗ろうと思ったら来ねえ、来なかった。大丈夫かな。3月1日休日じゃねえ。違うね、金曜日だなんでだろうね、その日の気分かな。はい、最近の利用状況ですね。平成2年1990年38人ぐらい利用してたのね。ところがずーっと下見るとここ10年ぐらいはずーっと0000が並んでますね。乗ってる人いるんですけどね。ビンゴ落合とか結構ね、なんか最近乗降客ちょっと増えてるみたいな、あの乗り鉄系の人たちが結構注目して、最近ね この線路なんか注目浴びてるんで、訪れる人が増えてるかと思うんですけど、さすがこの駅降りる人はいないです、いないようですね、こういう感じでね。なんかね、駅の少し先にはトロッコの鉄橋の残骸が残っており、昔帝国製鉄株式会社の原料調達のために使用されていたって書いてあって、ちょっともう時間ないんで見に行かないですけど、あれかな、そこに見える。どうですかね。あれっぽいの気がするんですけどね。ちょっと後で列車の中から動画撮れれば撮りたいと思います。はい、じゃあ列車を来るのを待とうと思います。以上です。よいしょ。線路残ってんだよね、これ。わかるかな、わかるか。線路残っちゃってるね、草むらに。これ全然わかんないよね。反対側にもあったで、これ二面三線だったかもしれないのね。ここにあったんだね、きっとね。あったんだね。なんか一応ね、こんなファイルがあるんですけどね、写真が。駅の写真と、これがちょっとよくわかんないんだけど、どっから撮ってる写真なんだろうね。で、芸備線のキハ120か。ちょっとピンボケしちゃってるのかな。これが昔の新聞の切り抜きのようですね。
昭和10年かな。伸びゆく三線線、これ今の芸備線ですね。お迎え鉄道開通、いよいよ明日から。なんてね。東条お迎え館、今日、ケフね、今日盛大な開通して。戦前だよね。昭和10年だからね。やっぱこの時期はね、もうとにかく鉄道だったんだもんね。鉄道を誘致して、駅も誘致して、往来を便利にしたいっていうね、地元の人たちのね、思いが、駅を作ったりとか、鉄道を開通させたりとかね、してきた時代があったわけですけど、まあ、それにしても、1時間いて、1時間ちょっといて、車に2台ぐらいかな。人とはほとんど会わなかったかな。やべ、ぼーっとしてたら、やべ。乗客一人乗ってましたね。一人乗ってます。地元の方ですね。